はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。神田野菜です。私はサラリーマンから独学で、YouTube だけで野菜農家を目指しているものでございます。今日はですね、こちら有機栽培の畑に来ております。今日はですね、今ジャガイモ見てもらってるのはジャガイモになるんですけれども、今日はですね、じゃじゃん、こちらアブラナ科を育てた、収穫終わった場所にですね、こちらの里芋を定食しようと思います。本来だったらね、3月に定食したかったんですけれども、なかなかタイミングが合わず、あとね、ちょっと種芋がね、状態が良くないので、どうかなと思ってたんですけど、もう金額、種芋もちょっとやっぱ高いので、まずはですね、植えれそうなこの親芋になるんですけど、これですね、親芋を種芋として育てようと思ってます。中にはね、ある程度大きい芋もあるんですけれども、まあ、ちょっと極力ね、あるものでやろうと思いましたので、この親芋をね、メインで育てようと思います。でこちらの親芋を使って植えるとですね、花が咲きやすいということだったんですけども、去年、2カ所、こちらの畑と、1号地の方で花が咲きました。ただですね、こちらの畑はですね、ホームセンターで買った種芋なので、親芋ではなかったんですよね。そちらの種芋から咲いた花はですね、動画にしておりますので、もしよかったら過去動画をご覧ください。はい、じゃあ今日ですね、里芋を植えるんですけれども、私はいつもサラリーマンしておりますので、もう土作りとかができないんですよね。基本的に計画的にちょっとできないので、畑を片付けたら元肥を入れて、全面施肥でですね、元肥を入れて、で根気でかき混ぜて、で畝作って、もうすぐ定食もしくは播種します。なので、以前ですね、去年は牛糞堆肥とか若干生のものとかを入れてたのでですね、虫被害がすごく多かったです。で今回はですね、こちらです、ちょっとゴミ袋、産業廃棄物のように見えますが、こちら3種類の堆肥が入っております。1個目がですね、もみがらくんたんぼかし、こちらが今ここ最近ドハマりしている堆肥になります。でもう一つがですね、僕が野菜作りを始めた頃から、福ベリーの福田さんという方がですね、ぼかし肥を作っているのを参考にして、そちらでですね、ぼかし肥を作っておりました。でぼかし肥がもう一つ、2種類目ですね。でもう一つが鶏糞を、分解したやつですね。鶏糞を、発酵鶏糞なんですけれども、それでもね、やっぱホームセンターのは未熟な鶏糞が多いですので、それを二次発酵というかですね、もう一回完全発酵させるように、そちらに発酵促進剤を入れて発酵しておりました。で今日ですね、里芋、こちらは肥料食いですので、もみがらくんたんぼかしとぼかし肥、こちらの、完全に発酵した堆肥ですね、こちらを混ぜてこの畑にですね、直接撒いて、もうすぐに撒こうと、定食をしようと思います。そうすることでね、少なからず、まあ、こういった時間がない僕でもですね、病気の苗にすることなくできるんじゃないかなと思って、こうやって自宅の方でですね、発酵堆肥を作っております。はい、じゃあ今日ですね、ちょっと動画いっぱい撮らないといけないので、タイムラプスで動画を回していこうと思います。はい、じゃあ今からですね、こちらの雑草を片付けて、こちらの堆肥を撒いて、で根気をかけて畝立てて、マルチ張って、こちらの種芋を植えていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。はい、じゃあそれでは今日はですね、いつも僕が根気をしてるんですけど、お母さんにね、根気を担当してもらおうと思います。はい、じゃあエンジンスタートからですね。
分ぐらい。で、アクセルを全開。私もですね、鶏粉を巻いていこうと思います。で、完熟もしてますので、もう全然嫌な匂いしないです。むしろもうふわふわサラサラでいい匂いがします。こちらをね、巻いていきます。はい、ぼかし火の方ですね、全面施肥3種類のぼかし火が散布終わりました。今お母さんがね、一生懸命高温器で、高温しておりますが、一応ですね、ゆっくりと一足でゆっくりと耕してもらってます。で、ちょっとね、かき混ぜる、かき混ぜながらぼかし火を撒いてましたので、少しね、混ぜ具合が違うと思います。でもその辺もね、あんまり深く考えずにアバウトにやっていこうと思いますので、ある程度ね、高温が終わって、除草もね、ちょっとこちら見てまた分かるんですけど、爪に引っかかってますので、その辺のね、除草もしっかり一回ちょっと取ってやろうと思います。はい、じゃあ終わりましたらね、ナフコの方に行って資材を買いに行きたいと思います。下にじゃなくて、お前11メーターで、センチ移動したら1100、そう1100、計算暗算じゃなくて電卓でします。はい、剥がりが終わりました。で、ちょうどですね、ここ畝と畝の間は120、株と株の間が120取りますので、1,2,3,4本ですね、60センチの、一応ね、Google さんに聞いたんですけど、60センチの畝幅のやつが 1,2,3,4 ベッド作れそうなので、1畝11メーターありますので、株間50センチで、22株ですね、22株植えれます。で、4畝ありますので、88ですね。で、種芋がですね、あまりいいのがありませんので、足りない分はですね、いいのを選んで、それで足りない分はホームセンターで今から赤目大吉と白目大吉、赤目よりも白目の方がね、福岡の方は人気がありますので、白目はこの量プラス1袋、赤目はこの量プラス1袋で追加で買おうと思います。はい、じゃあな、福岡に行こうと思います。わ、海が綺麗、すごいね、今日凪やね、海が凪、綺麗やね。あれに乗せろと思ってもらえない。
からご飯です。終わりました。ちょっとねしっかり測ってやったんですけど、この通路のサイズがですね全然合わなくて、やっぱ耕運機管理機で、バイド機でですね土寄せして、あの測って、あの通路とか畝を作るのはまだ難しいですね。まあまあまた時間をかけてうまくなりたいと思います。はい、じゃあ続きましては、里芋の方、種芋を、買ってきましたので今からですね植えていきたいと思います。でちょっとバッテリーがないので、ところどころねちょっと写真で撮って最後お送りしようと思います。はい、じゃあ今日は、里芋の植え付け動画でした。今日はですね、いつもお世話になってる、お世話になってるというかいつも見させて勉強させていただいてる、有名な YouTuber さん、ノーチューバーかな、有名なノーチューバーさんの動画を参考にしてみましたが、じゃあそれではノーチューバーさんで勉強させてもらったんですけど、ノーチューバーさんの方は単管パイプでやってたんですけど、単管パイプはちょっと高かったので、これねもともと持ってるのでこれで穴を開けて、で10センチぐらい穴を開けた方がいいみたいなので、まあ、手掘りで少し掘って、で種芋入れて、軽くですね軽く土をふわっとかけて、で水をしっかりやってそれで終わろうと思います。今日の動画はですね里芋の、土作りと植え付けですね動画になりました。あとまだまだ種芋があの家にありますので、そちらはね3号地の方に、あちらは水がしっかり、あの土水はけが悪い、どちらかと悪い畑になりますので、あちらの方でもねまた作っていきたいと思っております。はい、じゃあ動画見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録とコメント評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。